こんにちは。まあ、豊さんもね、先週速報で大谷選手の人体の損傷のなあ、はい、動画アップしていて、あれもう日本中が大騒ぎだよ。大騒ぎになりました。もう投手としては今シーズンは登板しないということで、うん、まあ、今段階ですけれども打者としてはまだ出ている。そうだな、はい、大丈夫なのかな。いやでも千賀投手との対戦でも二塁打放ったりとか、うん、ただ、まあ、バット振る分には、はい、いや俺もちょっと程度は全然違うかもから申し訳ない、大谷申し訳ない、そうレベルが違うけども、はい、肘が痛い時あったんだよ。でもバッティングはできたんだよね。あ、ちょ、肘で、まあ、左バッターで、うん、要は右肘の内側、そう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 、バッティングにはさほどどうなんですかね。まあ、影響がないから、まあ、違和感はあるのかもわからないけど、うん、影響がないから出てるんだというふうには思うけどね。そうですよね、うん、でも、うん、完全にやっぱ治療しないとさ、やっぱ投手復帰っていうのは無理だよね。そうですね。だから今シーズン終わったと同時に手術するのか、うん、しないのか、はい、温存するのか、これはわからないけど、はい、まあ、セカンドオピニオンっていうところも聞いてというふうに監督、GM はおっしゃって、GM はおっしゃってますし、まだセカンドオピニオンとかが出てない状況なのかもしれないですよね。まあそりゃそうだよね、はい、うかつのことも言えないしな、そうなんです、なかなかな。でやっぱりそのトミー・ジョン手術となると2度目になるので、2度目となるとやはり1度目の状況とはやっぱり違ってくる、まあ、1.5 倍ぐらい時間がかかるって、かけなきゃいけないっていう、うん、まあそういうことは言われてるけどもね。でもし手術となった場合は投手としての復帰がまた2年後とか、まあ、3年後に、まあそうだな、はい、まあそこまでいくか。そうするとまあ30代にもうなってる、まあ、もちろんな、はい、まあ、手術した場合打者としての復帰はまあ大体1年から1年半ぐらいではないかと言われているところで、まあ、どうするのかね手術は。そう、それに関してなんですけれども、大谷選手、に関してネビン監督、手術は大谷自身が判断というふうにコメントを出していてそうだねなかなか手術しなさいとは言えないよ。どうなるかわからないし、 そんな無責任なこと言えないよな、はい、で FA、はい、こう FA も注目されてます。注目されるけども、これちょっと困ったね大谷も。いや、なので当初、まあ、MLB 最高額、投手としてさらに野手としての金額がドンと出てたのが、まあ、MLB のアナリストさんたちによるとやっぱり下がると。いや、それは下がるよね、それは当然。温存するか手術するかによってもまたその FA の額が変わってくる。そりゃそうだよ、時間かかるからな。そうなんです。となると今まで、まあ、有力されてずっとラボコールを送っているドジャースが手を引くんじゃないかとか、でも若干周りの金額が下がってるのを見てそれでも取りに行くのか、さあどうするかっていうのも出てきてまして、逆にエンゼルスは大谷選手が残ってくれるんじゃないかと、条件次第ではっていう思惑なんかも出てきてます。いや難しいなこれはな、はい、いや取る側が難しいよね、はい、大谷はこっちに行きたいとか、うん、俺これでね、やっぱ怪我の状態とかいろいろあるから東には行かないと思うんだよ。寒いところですね。だから西海岸でやっぱこうチームって言ったら移籍するとしたら、はい、するんじゃないかなっていうような気がするんだよね、うん、でそこがどういうふうに考えてくれるかだよね。そうですね、待ってくれるのか、それとも金額を相当下げられて交渉に臨んでくるのか、はい、まあ大谷は金額では多分やらないとは思うけどね、うん、はい、だけど困ったなこれ。本当ここに来てこんなことになるとは、まあね、大谷選手自身も予想もしてなかったと。ただそのもうピッチャーじゃあもう今後やりませんと、うん、バッター1本でいきますって言ったら、はい、手術の必要は ないような気もするよね、はい、そう、そこですよね、やっぱり皆さん気になってる。ただ、はい、あれだけの能力のある選手で、うん、守備に使えたら相当すごいと思うんだよ、はい、やっぱ足も速いし、うん、肩はもうめちゃくちゃ強いでしょ、はい、もちろんのこと、うん、そうなってくると DH ではもったいなくなる、ピッチャーをやらないんであれば、うん、そうなったら、うん、ライトか、そうですね、なんかのポジションをやるんだったらボール投げなきゃいけないから、ま、いやだからその程度は投げれるのか、うん、ピッチャーとしては無理だけど野手としたら、まあ、そこそこは投げれるよっていうんであればね、うん、まあいいけどな。ただその判断で例えば野手1本でやるんであれば温存でこれからも受けます、
ただピッチャーも兼ね合いとなると手術しないといけなくなりますってなった時に、じゃあ大谷選手がどういう判断を自ら下すのか、まあ、そうだな、あくまでもやっぱり二刀流にこだわるってなって、手術がそこに必要であれば2度目の手術に踏み切って投手としての復帰を3年後とかにするのか、まあ、二刀流で大谷の野球っていうのは成立してた部分で、はい、やっぱこれ一つなくなっちゃうと、やっぱ大谷自身のモチベーションだとか、そういうものが保てるのかどうなのか、はい、まあ、それはもちろんピッチャーやらないで野手専念した方が楽だよ、体は、うん、まあ、逆に野手やめてピッチャーに専念した方がこれも楽だと思う。両方やるからやっぱこういろんなところに負担がかかってきたりだとか、今後やっぱ年齢とともにやっぱ故障も増えてくるだろうしさ、そうなってくるとね、だからもう本当に人生の岐路に立ったというかさ、まあ、そんな感じも言えるよな。そうですね、あとは仮にじゃあドジャースなり他の球団が大谷選手を取ったとしても、手術に踏み切った場合はもう2年間ぐらいは、まあ、1年半か分からないですけど、全く試合には出られないっていうことも条件で取るということになるのをどういうふうに見るか。でもただで、うん、払ってる、うん、それで治った時にどうなるか保証はないですよね。保証はないよね、はい、難しいな、難しいこれはな。だからまあ本当にどうなってんのかちょっとわからないからね。そうなんです。断裂なのか。断裂だったらバットって触れる。いや触れると思うよ。あ、断裂でも多分断裂だったら触れないかな。あとはその筋の部分のどういう裂傷というか、そうなんだよな、仕方どこまでいってるのかとか。でもそれによっても今本当に出てていいのかどうかっていう、あとあとなんかあの時出てなければもうちょっと早く判断してればにならないかどうかっていうのはファンは心配。まあそりゃそうだな。まあこれはね、でも大谷自身でしか判断しかねるよ、うん、そうですよね、うん、でもその判断と自分の将来のどうしようっていうことも怪我も抱えながらバッターボックスに立ってヒットを打ててる、やっぱその精神力もものすごい強いなと。そうだな、はい、まあ、遠征のバッグにはグラブも入ってたっていうんだよね。あ、だからそれにこうやっぱ大谷っていうのはまだ諦めてないというね、うん、まあ、記事が出てたけども、うん、戦う姿勢っていうのは彼はなずっと持ち続けてるよな。やっぱ言われてるのがやりたい出たいっていうところの大谷選手をこう無理にでも止めるだけの、例えばチームドクターだったりとか監督 GM がもうちょっといればなっていう。いやこれはね判断できないよ。自分で決めろって言うしかないよ。それ例えば今シーズンの使い方にしてもやっぱり大谷選手休んだ方がいいんじゃないかって言っても本人がやっぱり行きますと言ったら止められないっていう。止められないやろな。大谷自身はできると思ってやってるから、うん、だからそれは止めることはできない、うん、だからその悪化するのかしないのかっていうのが、うん、まあ、心配だけどね。そうですよ。だからこれはやっぱこう開いてみないとわからないんじゃないのかなっていうような気はするけど、うん、なんかその見たのはやっぱり一回トミー・ジョン手術をしてるとそれがレントゲンで影になってその患部がよくわからないっていうことも話していたので、うん、だから開けなきゃいけないんだよな、うん、開けたらまたなちょっと時間かかるしな。はい、やっぱ体の負担がかかるっていうことはね変わらないし、ただだからこういう状況なので FA もじゃあどうなるっていう。いやー FA 先生はちょっと迷うと思うよ、うん、逆に引く球団もあるでしょうし、うん、逆にこの金額だったらいけると思う球団も出てくるでしょうし、野手1本でいくんであれば大谷選手の枠を開けておかなきゃいけない、ライトならライトを。まあでも当分投げれませんっていう、バッティングができるからって言ったらやっぱ DH も開けなきゃいけないというね。だから DH っていうのは例えば治ったとしても投げれないけどバッティングはねできるっていうような選手がメジャーの中でもたくさんいて、そこのための DH で開けてる球団もあるからそこは取りにくくなるよね。大谷のために開けるって言ったら、大谷っていうのは野手になったら全試合出場するだろうし、ピッチャーやれながらでもそうなんだから、そうなってくると DH で今年頑張ろうって言った選手は働けなくなるっていう、まあ、チームバランスっていうのがちょっと崩れてくるのを避けるかもわからないし、だから FA にとっては大谷の肘っていうのは大きな影響になってくるな、はい、しかもこの時期なので、うん、本人
人も一番やっぱり辛いっていうのはあるでしょうし、いろいろ計算してたものが計算が狂ってしまったっていうのはやっぱ本人が一番感じてることかもしれないですしね。でもね、やってる本人はある程度覚悟の上でやってたと思うよ。やっぱり二刀流ってどれだけの体の負担があるかというかさ、まあ、そういうこともやっぱり自分でやりながら感じてるだろうと思うしね、うん、でもしそういう時期が来たら、まあ、野手一本にするとか、はい、まあ、そういうふうに考えながらやってると思うから、うん、危機管理は多分彼の場合だったら多分できてるはずだから、うん、だからお金のことよりも自分がどういう野球人生をこれから歩むんだっていうことを、うん、はい、多分しっかり彼は考えてると思う。そうです、頭のいい子だしさ、うんうん、まあ、どうなっても応援することは変わりはないんだけどもさ、箇所が箇所だけに心配だな。そうなんです、ね、野手になるにしてもさ、はい、やっぱボールは投げれないってなるとね、うん、もう DH だけしか出場がないってなるとちょっと寂しいだろうし、ね、野手だけだったらやっぱ守りにつかせたいよね、はい、相当な運動能力が身体能力高いし、うん、相当な守備を見せてくれるはずだろうから、うん、野手だけに1本専念したら4冠取れる可能性があるよね、うん、3冠プラス盗塁王。ああ、そうですね、大谷選手は。で、可能性が出てくるんだよね、うん、まあ、人生の岐路だな、多分な、これは。そうですね、どういうふうな選択をする、うん、どういうふうな野球選手にこう変わっていくのかね、うん、もし温存するにしてもいつかは切らなきゃいけない時が来るんですかね。温存のままずっといけるものなんですかね。まあ、それは開けてみないとわからないんだろ。やっぱ程度の問題があるからさ、ただやっぱこう3年間ボールがピッチャーとして投げれない、それに伴ってバッティングもできないってなると30超えていくよな。そうなるとやっぱどっちかに俺は絞った方がいいのかもわからないと思うね。年齢的なことも、年齢的なことでキャリアのこと、まあ、いろんなこと考えるとどっちかに専念した方が長持ちはするよね。でもいや、あくまでも二刀流でいくって言ったら、うん、もうこのまま短命に終わってしまう可能性もあるけども、うん、でも野手だけでいくって言ったら、まあ、相当な期間は活躍できると思うけどね、うんうん、だから難しいなこれはな。本当そうです、ね、だから FA が控えてるし、うん、こうアメリカの動きをどういうふうに考えるのか、うん、そうです、楽しみではあるけどね。あ、まあ、そうですね、あのショックな出来事の中でもじゃあどういうふうに他のチームが動くかっていうのはすごく注目ではあるんですけども、その二刀流として欲しいって言ってた球団はちょっとやっぱり考えるよね。ちょっと考えるよな、うんうん、バッティングだけでいいってなるとさ、そうですよね、まあちょっと広がるけどね、窓口はね、うんうん、だからエンゼルスに残るのか出るのかで金額も多少下がる、はい、っていうことを考えたら、はい、うん、もっと複数球団が、はい、たくさんの球団が来る可能性もあるし、はい、そしたらやっぱり一番条件のいいところだったりとか金銭的ではなく例えば自分の治療とかそういうことも一番最優先してきちっと見てくれるところに行くとか、あったかいところ、まあ、お金の取れる選手だしな。そうですね、お客さんも呼べる選手だしな、うん、取った球団が、まあ、しないのかもわからないけども、うん、取った球団、まあ、仮にね、はい、あったとしたらやっぱその人のコメントが聞きたいよね、うん、どういう、そうですね、どういうコメント、素敵なコメントを出してくるのか、はい、だからそこはちょっと楽しみではあるけども、あと何年契約で向こうが来るのか、まあ、もちろんそうだよね、やっぱ期間はいるよね、はい、休まなきゃいけない期間があるからね、はい、うん、でも彼が決断することに関しては、うん、やっぱみんなで応援したいよね。いや本当そうです、あれだけ、ね、たくさんの夢とか希望とかその喜びをくれたので、今度は私たちが大谷選手頑張ってっていうのを何かパワーを、うん、エールを送りたいですね。ポスター貼っただけで精神が安定するんだから、ね、そうです、大谷選手のね、本当そうです、そうそうそう、だからまあね、うん、まあ、応援しましょう、はい、はい。